吹雪テトラ。はい、ドイツイエロータキシードのメスが星になりました。これは稚魚を産んでくれたメスです。もう一匹のメスは元気です。いやだけどな、もう導入から1週間なんですよ。今日でちょうど1週間の日にこういう風にやられるっていう、だからちょっとね、同じ店で、あのお店ちょっとね、グッピー買うの一回やめようと思います。買うならば違うお店で買いたいなと思います。こう次から次へと星になると計画がねできないし、もともと状態が弱かったのかな。もし次買うときはちょっとグッピーに関しては違うお店で購入したいと思います。ということで、ちなみに他の熱帯魚は、はい、このような感じで、このオスいますよね、この上の、はい、このオスもね調子悪いんですよ、だからちょっと気をつけなきゃいけないのと、あとこっちのメスは元気です。ブラインシュリンプ食べて、だからもうこのメスにかかってます。こっちのオスもね多分もうじき、もうこのオス2匹は多分もう近々ね星になると思うんで買えそうですけど、あと稚魚かな、稚魚今6匹いるうちのドイツイエローの F1 一番子個体は6匹いるうち1匹ちょっとハリ病で、まあ、死にました。いや残念だったねって、もう1匹調子悪いんですよ。それで、だからこれブルーグラスと同じことやってるんですね。ブルーグラスの時も5、6匹ぐらい生まれてもう全部ハリ病になって死んだんでね、だから1回あのお店で買うのやめます。とりあえずこのメスに全部はかかってんで、今ちなみにブライン食べた赤い糞をしてますけど、なんとか頑張ってもらいたいですね。ドイツイエロータキシードグッピーを導入してから9日目になるんですけど、メスのグッピーが星になりました。そしてオスも調子悪いです。もう一匹のオスも調子悪い、いやまさかねこんなにすぐ星になるとは思いませんでした。僕が調べたらどうやらそのエロモナス感染症っていうのにかかっている可能性が高くて、それにかかってると元気なように見えて体の中にその菌を持ってますから、いつ発症するかわからないみたいなんですね。で塩やったり薬やったりしてもやっぱり、その菌強いからね、なかなかなくならないと。でグッピーはこう星にしてしまう恐ろしい菌らしいんですよ。だから僕はある決断をしました。それはちょっとこのお店でグッピーを買うのをやめます。ちなみにブルーグラスグッピーは、はい、こんな感じで、ブルーグラスもちょっと様子おかしいんですよ。これ生態紹介で紹介したブルーグラスなんですけど、明らかにおかしいですよね。なんかお腹からね、なんか綿みたいの出てんだよな、もう下のお腹の部分から。なんかおかしいんですよ、もう一匹のブルーグラスの方もまあなんとか生きてる感じかな、なのでちょっとグッピーの赤ちゃんが増えないと何もできないので、何か対策を考えたいと思います。いや吹雪テトラチャンネルいつも魚死んでんじゃないかと思うかわかんないですけど、いやちょっとねこのお店から買うのガチでやめます。オトシンクルスはめちゃくちゃ元気です。ここにいるんで、オトシン、あそこにねオトシンはいます。オトシンはすげえ元気なんですよ。だからおそらくグッピーが金持ちのやつがね、いたのかなっていう印象を受けますね。だから何か対策を練りたいと思います。それとあと稚魚ですけど、稚魚も残り1匹なんでちょっと対策を考えます。これもハリ病になっているんで、おそらく星になってしまうかもしれません。腹部膨張のメスから生まれたんで、もともと弱かったのかもしれません。いやーちょっとうまくいかないね。